ディアブラーダの魔王魔王とは、悪魔や魔物たちの王である。本来は、仏教用語で、陸道輪廻世界観において、欲界の第六天にあたる他か自在天にあり、仏道修行を妨げる、第六天魔王派春のことである。後に、その他の神話や伝説における、邪悪な神格の頂点、もしくは悪魔や怪物、妖怪などの頭領の故障として幅広く、使用されるようになる。 損傷、もしくは、魔王の中の魔王を指す故障として、大魔王がある。特に、キリスト教の言うサタンの訳語として用いられ、時に、魔王サタンなどと称される場合がある。英語のザ・デビルやザ・アドバンスリーに相当する。古くは、悪魔などと同様、人を罵る言葉として用いられていた。比喩としては、圧倒的な権力や暴力を振るう人間や、常人離れした。 才能、能力の持ち主に対しても用いることがある。ルイス・フロイスは、織田信長が自ら、第六天魔王と称したと書き残している。また、北一騎を指して、大川周明が、片目の魔王と呼んだ。また、ビジュアル系アーティスト、夏彦など、特定の分野に非常に詳しい人物や、特定の言動が極端に目立つ人物を、魔王、大魔王と呼ぶ場合がある。文献において、 魔王、悪魔王などと呼ばれる主要な存在。ファンタジー作品、電気小説の類では、人間などに害を与える、種族、勢力の頂点に立つ者が魔王と呼ばれる作品が多く存在し、とりわけ20世紀以降の娯楽作品の分野においては、メディアの発達による作品量の増加に伴い数多くの魔王が生み出されている。完全懲悪をテーマにした作品では倒されるべき。 悪の象徴として描かれるが、こうした作品が量産され設定が、門切り型と化していく中で、コンピュータゲームや漫画、ライトノベルなどの分野では、魔王が主人公の味方になる、あるいは主人公が魔王の側につく、魔王を主人公に据えるといった作品がカウンター的に生み出されている。作品によっては、魔王の上位あるいは引退した先代などとして、大魔王、冥王、 破壊神といった地位が置かれることがある。また、アラジンと魔法のランプなどに登場する人をモデルにしたキャラクターに魔王、大魔王と名付けることがある。例としては、大魔王、シャザーン、ハクション大魔王などが挙げられる。ありがとうございます。